はい、皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルはサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマはこちらです。生産性が上がるサービス業で効果的なリーダーシップマネジメントアプローチとはでございます。この動画を最後までご覧いただくと、サービス業においてどのようなマネジメントをすれば生産性が最大化するのか、またですね、サービス業における効果的なマネジメントのアプローチが分かりますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。さあ、以前からもですね、このチャンネルでお伝えしているように、サービス業と異業種とのマネジメントの大きな違いはですね、サービス業は人による労働生産性の割合が高いという点なんですね。つまりスタッフのパフォーマンス、生産性、パフォーマンスによってですね、生産性、業績が大きく変わるということを意味しております。したがってサービス業におけるですね、リーダーシップやマネジメントにおいて重要なのは、スタッフ一人一人をいかに活かして、スタッフの価値を最大化するマネジメントなんですね。例えばですね、ある飲食店では、それまではですね、ドリンクがですね、グラスが空になっても、まあ、それをですね、放置している、まあ、スタッフが、いたところですね、これをですね、まあ、必ずグラスが空になっているお客様がいらっしゃったら、笑顔で、おかわりいかがでしょうかと、笑顔で、まあ、声掛けするようにしたら、ドリンクの売り上げがなんと 1.5 倍になったという、生産性が 1.5 倍になったというようなケースもあるわけです。このようにですね、サービス業においてはリーダーはですね、スタッフに対してどのようなリーダーシップを発揮して、どのようなマネジメントのアプローチをするかによってですね、生産性が大きく変わるということをですね、理解することが重要なんですね。それではどのようにすればスタッフ一人一人の価値を高めて生産性を向上させることができるのでしょうか。私はですね、これまで17年間のホテルマンとしての、まあ、現場経験とですね、13年前からやってるこのホスピタリティコンサルタントとしての、まあ、500社の、まあ、支援経験、まあ、あとサービス業トータルで30年の、まあ、経験からもう導き出した答えはですね、ズバリ、まあ、リーダーはですね、ホスピタリティをマネジメントに生かすという視点を持つべきということなんですね。ホスピタリティというのは、お客様へのおもてなしとか、まあ、気遣いといったイメージを持つ人が多いんですが、実はそれにとどまらず全ての人間関係において存在します。このホスピタリティにおける大切な価値観というのは実は4つあるんですね。まず1つ目、異人歓待ということですね。自分以外の他の人に対してですね、歓迎の気持ちを持って好き嫌いなく無条件で受け入れるということなんです。2つ目が互修性といいます。お互いに報酬があるということですね。お互いの関係性において、どちらか片方にメリットがあるということではなくて、お互いにメリットを感じ、お互いを高め合いながら喜びを分かち合うということですね、まあ、ウィンウィンの関係ということですね。あと3つ目が相互関係ということなんですね。主体的なコミュニケーションからですね、お互いの良好な関係性を高めて信頼関係を構築をするということですね。そして4つ目が競争関係とも作るですね。一緒に取り組むことで、その場や物事を競争することにより相互満足を得るということなんです。これらの価値観をリーダーシップやマネジメントに生かすことで、成果の最大化につながるということになります。それではどのようにすればですね、これらのホスピタリティの価値観をマネジメントに生かすことができるのでしょうか。ここではですね、サービス業における、まあ、マネジメントの大事なこの肝となる組織環境、人材育成、目標達成について、この視点で解説していきたいと思います。まず1つ目、組織環境です。まあ、サービス業におけるですね、組織環境は生産性を生む土台であってですね、スタッフがキラキラ輝いてサービスを提供するのか、それともですね、疲弊した中でやらされ感でしょうがなくサービスを提供するのかは、組織環境によってですね、大きな影響を及ぼしております。それによってですね、成果も大きな差をもたらしているという現状があるわけですね。その中でもですね、大切なのがメンバー同士の良好な関係性の構築ということになります。まあ、退職のですね、真の理由の第1位はですね、職場の人間関係という事実があります。まあ、このことが示すように、社内や職場の関係性がギクシャクした中ではですね、やる気やモチベーションが上がるわけもなく、お客様の前で心から笑顔を提供することはできません。あのですね、マサチューセッツ大学のですね、ダニエル・キム教授の研究によるとですね、成果を生む組織の最大の特徴というのは、組織内の関係性の質が高いことであるという結論が出ております。またあの Google 社でもですね、生産性の高い組織の特徴はを全世界のマネージャーに聞いたところ、その結論はですね、生産性の高い組織は心理的な安全性が高いという結論が出たということなんですね。つまりこの組織ならメンバーを信頼して働ける、
失敗してもこのチームなら叱責されない、安心してチャレンジできる環境といったこの心理的安全がですね、メンバーのやる気を最大化してスタッフが伸び伸びと働ける、環境を育んでいるという、こういった結果がですね、先日発表されたわけです。これはですね、まさにホスピタリティでいうところの異人間対他の人を、分け隔てなく受け入れる、あるいはご習性、自分だけ良ければ良いということではなくて、それぞれに、ウィンウィンの関係を作る、相互関係、お互いの信頼関係を作る、その上で安心して仕事をすることができる競争関係、そういう環境によって共に新しいものを作り出す、生み出す、まあ、こういったものがですね、全て当てはまるわけです。つまりホスピタリティを対顧客、お客様に提供する以前に、より良い組織環境を作るために生かすことで生産性の高い組織の土台を作り上げるということができるということを意味しております。そして2つ目が、部下育成についてです。はい、成長はですね、人間の第4の欲求と言われるほどですね、基本的に人間は成長したいと思ってるんですね。組織においてもメンバーが成長することでいいこといっぱいあるんです。例えば知識スキルが向上してサービスの品質が上がるということもありますし、当然ですね、そういったスタッフからサービスを受けると顧客満足度も上がっていきます。そして時間内にできる仕事の量が増えるので生産性が上がります。まあ、こういったメリットだらけなんですね。しかし現状はですね、リーダーたちはですね、目の前の業務に追われてメンバーの成長を促す、あるいはメンバーを育てるマネジメントが不足しているということも事実なんですね。また現場のリーダー自身がですね、どのように部下の成長を促すマネジメントができるようになるかといったですね、教育を受けた経験がですね、乏しくてですね、もう見よう見なめ見まねで、効果的なマネジメントができていないという現実もあります。それではですね、どのようにすれば部下の成長を促す育成をすることができるのでしょうか。それにはですね、リーダーは次の視点を持って部下育成に当たることが重要です。まず一つ目が部下の育成を仕組み化するということなんですね。私が見る現場教育ではですね、どうしてもこの場当たり的で仕組み化、体系化されてないという組織が多いというのが現状なんですね。しかし部下育成で重要なのはですね、一つは計画的です。計画的っていうのは指導内容、指導期間、達成レベルをちゃんと設けるということですね。新人が戦力化するまでの育成方法が計画を持って確立されているのか、各スタッフの毎年の目標設定、目標達成のために何をするかが明確化されているのか、そしてフィードバックを定期的にする仕組みが確立されているのかということが重要です。そしてもう一つは意図的です。意図的というのはですね、意識と行動の併用を促す働きかけを意味します。日々のマネジメントの中で部下の成長を促す声掛けや、ティーチングではなく部下に内省を促して部下が持つ答えを引き出してあげる、コーチングの実施など、メンバーの意識と行動の変容を促すマネジメントを意図的にやってるかどうかということですね。こういった視点でですね、メンバーの成長を促すマネジメントができてるかどうかというのがポイントになるということです。そしてもう一つ大事なのは人間的教育ですね。このヒューマンスキルです。仕事にとって知識スキルの習得ももちろん大事なんですが、サービス業でやっぱり最も大事なのはですね、お客様との関係性も含めた人としてという部分の人間的な教育なんですね。あなたに会えてよかった、あなたから買いたいとお客様から言ってもらえるスタッフを育てるということはですね、部下にとってももちろんですし、会社にとってもお客様にとっても大きな意味を持つことになるんですね。特にこれからもう AI 化時代でですね、もう人がですね、省人化されてどんどんもうその機械が人に代わる仕事をやってきます。したがってですね、このヒューマンスキルを身につけるということは人にしかできない付加価値というものをですね、提供することに値するということになるわけです。このようなことからもですね、自分の貢献がお客様の喜びや幸せにつながる、このホスピタリティ視点のマインドの醸成っていうのはですね、部下にとっての人間力の向上に大いに役立っていくということにつながります。そして3つ目が、目標達成です。仕事である以上ですね、会社から期待されるミッションや、目標を達成することはですね、リーダーにとっては重要な役割の一つです。はい、先ほどお話したようにですね、サービス業は人による労働の生産性が高いため、ただ、時間を働けば給料がもらえるといった、スタッフとですね、目標達成のために主体的に頑張るスタッフとではですね、パフォーマンスも生産性も結果も大きく異なります。それではどのようにすればですね、目標達成に導くマネジメントをすることができるんでしょうか。それではですね、2つの視点をリーダーは持つことが重要なんですね。まず1つ目はメンバーが目標達成したくなるようにするということなんですね。
目標はですね、一般的に会社や所属長が決めて、それを部下と共有する、こういうケースが多いと思うんですが、それではですね、メンバーのコミットメントは引き出せません。なぜならば、それはですね、メンバーが達成したい目標ではないということなんですね。したがってですね、最終的に会社やリーダーが意思決定する、まあ、これはもう当然なんです。ただですね、目標設定の時点からですね、メンバーを巻き込んで、その目標を自分ごとにするというマネジメントが必要なんですね。また売上といったですね、この定量的な目標だけではなくてですね、メンバーの思いを束ねた目標ですね。例えばこの1年で私たちはどうなりたいのか、あるいはですね、日本一お客様に喜ばれるサービスを提供するチームになるんだといったですね、この定性的、思いの詰まった定性的な目標設定することで、メンバーのコミットメントを引き出すといった、こういう視点も実はサービス業の場合大事なんですね。そしてもう一つは目標達成の道のりですね、 PDCA になります。それもですね、全員巻き込み型で仕組み化するということなんですね。現場のリーダーのよく見る光景としてはですね、もう現場のオペレーションとか顧客サービスのところはスタッフが担当し、それ以外の数字の管理ですとか、集客の施策ですとか、商品の企画ですとか、まあ、こういった部分はリーダーが一手に引き受けているような組織が多いように感じます。しかしリーダー一人でできる仕事には限界があります。結局ですね、リーダーが一人で抱えるということでですね、それぞれの施策が中途半端で結果の出ないという結末になるという認識をもうリーダーは持つべきだということですね。力を結集するという意識を持つということです。したがってですね、私がお勧めしているのは、メンバー全員がメインの業務以外に目標達成のための役割を持つということなんですね。例えば集客を担当してください、あるいは単価アップを担当してください、あるいは商品開発を担当してください、あるいはチームワークを担当してくださいといったですね、目標達成のために必要な項目をこう割り出してですね、それに対して各担当を決めて、それに対してアクションプランを策定してもらって、定期的に進捗管理する。で、リーダーはですね、その役割としてはそれをサポートするのがこのリーダーが担うということで、このメンバーの、まあ、この目標達成に対するコミットメントが高まってですね、メンバーの成長にもつながって目標達成を引き寄せることになるということになります。これこそですね、ホスピタリティの競争関係ですね、新しいものを生み出す、共に生み出すということにつながりますし、メンバー全員で競争することによって相乗効果を生む組織につながるということになります。まあ、このようにですね、サービス業におけるマネジメントの特徴をしっかり理解してですね、それに適応した効果的なマネジメントをすることで、スタッフのやる気や生産性の向上につながり、最終的にはスタッフ一人一人のパフォーマンスを最大限発揮できる、組織環境の中で日々成長を実感しながら、達成したい目標に向かって自分ごととして取り組む、これが成果に結びつかないわけがないんですね。ザ・ホスピタリティチームではですね、こういったリーダーのマネジメント力を向上させる、まあ、そんな研修やコンサルティングのサービスも、ご用意させていただいておりますので、興味のある方はぜひ、お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。さあ、今日の動画はいかがでしたでしょうか。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録ですね、お願いしたいと思います。またザ・ホスピタリティチームではサービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティングのサービスを提供しております。よろしければ概要欄をご覧いただきたいと思います。またですね、私の新刊著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なことにもですね、まあ、この、リーダーのマネジメントについて詳しく書かれておりますので、こちらも概要欄をご覧いただければと思います。それでは最後に、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にしてですね、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティで輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。